皆さんこんにちは、トマヤです。今日はですね、皆さんに嬉しいお知らせがあります。実は僕、トマヤの気まぐれな日常でトマヤという名前でね、やらせていただいているトマヤなんですけど、なんとね、 iPhone 買いました。これね、11から13に書いたんですけど、最近 YouTube を頑張っていく中で動画の本数がね、結構増えてきて、 YouTube がね、40ギガ数ぐらい撮ってるんですけど、126ギガの中で124ぐらい埋まっちゃってて、もうね、写真撮ってもこう表示されないっていう状態が続いたので、契約ではあと2ヶ月ぐらいだったんですけど、まあ、この夏ね、 YouTube 活動頑張っていこうと思ったので、早速ね、 iPhone を256GB です。256かな8かな、どっちか忘れたんですけど、買いました。イエイ。本当はね、赤が良かったんですけど、すぐに用意してくれるものが白やったので、ちょっと気分変えて白にしました。なんかね、変わった位置としては、ここのね、位置が微妙に低くなってるのと、全体的にこのボタンのところが低くなってるのと、これ見てください、これ横並びなんですけど、ここ縦なんですよね。そんな感じなんですかね。あとはね、画質が結構良くなってたので、うん、またね、皆さんにもぜひやってほしいですね。もうね、倍にしました。 YouTube 頑張ろうかなと思って、なんかこう先輩とね、 YouTube の話をしていく中で、うん、先輩はこう数を出すの反対派なんですけど、僕は YouTube はね、どんどんこう数出した方がいいっていう意見なんですけど、今動画が1600本あって容量がね、もういっぱいいっぱいなので、今回はね、買いましたね、携帯を。数があることによって、再生が取れない動画が見てもらった時に、こう視聴者さんがね、どっか行くっていう考え方なんですけど、まあ、それもね、一理あって、まあ、YouTube のことを調べていくうちに、なんかね、YouTube の伸ばし方を語ってる、まあ、YouTuber の方がいて、それもね、本当に伸びない動画は消した方がいいって言ってるんですけど、僕自身動画消そうかなと思ったこともあるんですけど、なんていうのかな、デジタル資産っていう考え方があって、例えば投資で考えると、例えば投資で考えると1000円の価値が何年後か上がることによって、会社の価値も上がっていって、投資のお金がだんだんこう2000、3000、4000って増えていくように、僕の再生取れない動画をどんどんね、こう僕の価値が上がっていくにつれて再生が取れるようになっていきたいなっていう願いも込めて、まあ、僕はね、動画を残していますね。1600本出してそれとか、動画自体がおもんないとか言われることもあるんですけど、まあ、最終面白くなったらいいかなって自分自身思ってるので、うん、それはもう気にはしないようにしてますね。まあ、25歳までに1000人いかんかったら辞めると、26歳までに1万人いかんかったらもう辞めると、辞めるときにどんな感じだったのかなっていうのをね、大事にしていきたいなと思います。まあ、本当にね、辞めるときを大事にしてますね、僕は。うん、ちょっと悩むところもあったんですけど、この夏ね、もうちょっと頑張っていきたいということで、 iPhone を倍の容量にしました。そんな感じでね、皆さん応援よろしくお願いします。まあ、本当にね、うん、7月はね、47万再生いったので、まあ、40万人以上の方は見ていただいたと思うんですけど、残りはね、リピートしてくれてる視聴者の方が見てくれてるんですけど、うん、まあ、それでね、今530人なので、まあ、僕の魅力が足りないのと、本当に YouTube を通して人間的にもね、成長していきたいなと思います。本当に一見ね、黒歴史って呼ばれるものなんですけど、本当に、うん、今ね、 SNS の力を使えば個人でもね、将来自分のビジネスを持ちたいっていう夢に近づけるかなと思うんで、本当にね、まあ、甘く見てないんですよね。まあ、現実はね、本当に前の職場に営業の部署があって、まあ、営業のね、こうしんどさを見ていたので、やったことない人からしたら、もしかしたら俺でもいけるかもしれんって思ってる人が大半なんですけど、そんなに甘くない世界だということで、 YouTube とか SNS はそういう自分の時間があって発信できてるので、うん、例えばこう自分のペースで進めれてるわけなので、うん、本当に強みですよね。自分の見せ方とか、こう表現したいことを自分のペースでできる。例えばお客さんやったら、もうお客さんのペースでやってくれると聞いてくれないですし、もうね、スピードが大事になってくるので、うん、本当に難しい職業やなっていうのは営業職の方ね、思うんですけど、 YouTube にも似たことがあると思うんですけど、それでも自分のペースで、うん、編集とかね、
撮影とかできたりするので、そこが本当に SNS の強みだと思うんで、もしセリフに噛んだとしたらカットとかもできますし、あとはゆっくりね落ち着いて喋ることもできますし、あとはねこう何かを伝えたいっていうのを考えてね、ちょっとずつこう区切ってもできますしね、そこが本当に SNS の強みかなとは思ってます。魅力があって人に見られていく人が、本当にすごいので、例えばどんだけ勉強ができたとしても、どんだけスポーツで結果残したとしてもね、人に見られていく、人に必要とされる魅力がある人が本当に一番強いと思うので、その辺ね僕もちょっとずつですけどその目標に近づいていきたいなと思ってます。そんな感じでね、今日はiPhone のギガ数を倍にしてこの夏ね YouTube を頑張っていきたいっていう報告動画でした。そんな感じで終わりたいと思います。バイバイ。